裏世界ラボ。私はレジー・ベラスケス。私の姿はあなたを驚かせるかもしれない。怖がらせる可能性もある。でもちゃんと見てほしい。私はこの体で生きている。私が生まれた時、医者は私の両親にこう言った。お子さんが歩くこと、話すこと、長く生きることは期待しないでください。ものを考えることもです。あなたのお子さんは栄養を蓄積することができません。幼稚園に通い始めた私を周囲の子供たちは気味悪がった。そこで初めて私は自分の容姿が異様なのだと知った。すごく醜い顔をしているのである。小学校に上がっても友達はできなかった。毎日とても辛かった。私が廊下を歩くだけで他の子は指さして笑い、痩せぽっちの骸骨とあだ名をつけた。栄養をとってもうまく貯めることができないのでガリガリなのである。それでも私は医者の予想に反して歩き、喋り、考え、そして成長した。そんな私を両親は特別扱いしなかった。醜いからと虐げもせず、かわいそうだからと甘やかしもしなかった。リジー、お買い物に一緒に行きましょう。でもみんなが私を指さして笑うわ。ひどいことを言われるかも。その時は言われた言葉について家族みんなで考えよう。君が普通に生きていけるようにね。でも周りからの好奇の目は本当につらかった。毎晩眠る前にどうか目が覚めたら普通の女の子になっていますようにと神様にお願いしたの。でもその願いは叶わなかった。毎朝起きるたびに鏡を見ては落胆したわ。そして高校生の時、ある出来事が。何これ、ひどい。私を勝手に撮影した映像が YouTube に投稿されていた。世界一醜い女とタイトルが付けられていて、わずか8秒間のその映像には、モンスター、この女は自分の頭を銃で撃ち抜くべきだ、など私の心を切り裂く言葉がコメント欄には溢れていた。私は何日も泣いて苦しんで、やがて決意した。このまま私を否定する彼らに従うのか、それとも自分で自分の価値を決めるのかを。彼らの言う通りになんてならない。私の人生は私が決める。さあよく見て、これが私。私の体には脂肪がほとんどない。右目は4歳の時に失明し、白く濁っている。そして老化は他の人より著しく進んでいる。私の患っている病気は、新生児早漏症用症候群の一種だろうと言われていて、この病気の人は世界に3人しかいない。私の体は脂肪も栄養も蓄えることができない。なので私は一日中カロリーを取らなくてはいけない。およそ1日に60回、ほとんど15分おきに私は何かを口にしている。夜中に起きてベッドでお菓子を食べるの。ほら見て、私のカバンの中身。チョコレートやドーナツ、軽食がたくさん。どれだけ調子が悪くても、食欲がなくても、私は食べ続けなければいけない。一度にたくさん食べてそれで終わりということはできない。私の体は栄養の蓄積ができないから。だから15分動くためのエネルギーを15分おきに取るしかない。他の人から見ればこれが異様だということは分かっているし、食べ続けることはとても大変だ。でもそうしないと私は餓死する。呼吸をやめたらすぐに人が死ぬように。食べ続けることをやめれば私はすぐに死んでしまう。私の病気の治療法は見つかっていない。だからこの厄介な体で私は生きていかなければならない。どんな姿でもこれが私。高校生の時、世界一醜いと言われたその後、私はモチベーショナルスピーカーのエージェントに連絡した。モチベーショナルスピーカーとは、自分の経験や成功談、苦労を克服した話をして人々を勇気づける仕事のこと。私は自分の価値を自分で決めるためにその仕事に就くことに決めた。そしてそれから何百回も講演を行って、テレビに出演し、自叙伝も出版した。講演の最初に、私はよくこう言うの。私は何をどれだけ食べても太らないんです。羨ましいでしょ。みんな笑ってくれる。そして私はみんなに語りかける。私は本当に困難な人生を送ってきました。この見た目のせいで心ない言葉を投げつけられたり、いじめに遭いました。でも私は私の外観ではなく、目指す目標や成果によって自分の価値を決めるの。皆さんも考えてください。自分がどういう存在であるか、それを決めるのは何で誰なのか。自分の中に幸せを見出し、自分の人生の舵を自分で切るようになれば、
いじめる側の人々は必ずあなたに負けるのよ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。